はい、毎度どうも、ひうちまるでございます。こんにちは。今回はストライカー、デススパイラルを使っていきたいと思います。銃の感じはこんな感じです。なんだろう、ユニコーンの骨みたいなのがくっついてて、焼けた感じのね、銃ですね。なかなかかっこいいんじゃないこれ、ストライカーのやつではね。でもって、カスタムはこちら。機動性、操作性を上げて、命中率をちょっと下げるって感じですね。まあ、命中率と操作性の上がり下がりはノーマルと近いんであんまり気にすることないと思うんだけども、機動性をね結構上げてるんで、まあ、ライトバレルとストーカーストックだからそれで機動性がこんだけ上がってるのかな。まあ、敵に近づいていって撃ちまくって倒しなさいと、そういうような感じのカスタムかな。まあ、いつもの運営カスタムですな。でもって弾薬の方にはね、高速リロードケース、これついてるだけでこの銃は結構ありがたいんですよね。あのもう一発ずつカチャッ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 って入れていくタイプだからね、ここがちょっと遅いとね大変なんだよねこの銃ね。まあストライカーのデススパイラルのカスタムがこれなんで、このままのカスタムでねちょっとね戦っていきたいと思います。大丈夫かなこれ、ストライカーあんま使ってないんでね。今回はチームメイトのピロと一緒に戦っていきます。レッツラゴー。はい、場所はクラッシュ、行ってみようぜっていうことでね、左の方からちょっと走っていって、まあストライカーなんであんまり遠く狙えないんでね、近くで腰ダメとかエイムで撃った方がダメージ大きいんで、ああここでいようと思ったけど味方さんが来てるんで先進みましょう。さあ、いるかな。あれ全然敵合わないね。おや、どうした、こっちの道からも来てない。あ、いたね。はい、ここからエイムでバギバギ28、14 26、10。いや、ダメージちっちゃくないか。足とかに当たってんのかな。え、今の当たらず。あ、これ味方さんだよ、ごめんごめん。今の当たってなかったか、お腹に。いや、厳しいな。はい、これは当たったね。倒して、多分前の人がちょっと撃っててくれたんだろうな。でもって、ここでちょっと待ち伏せ。さあ、来るかな？あ、来たね。あー、ヘッドショットで28、この距離で。いや、まあ、あまりにも一発一発が弱いんでしょうね、三段だからね。それの、外れてる方が多いんじゃないかな。三段でこう飛んだ時にね。でもってラジコンで止め、あ、あっちを止めにいたね。あ、ここにいるんだ。はい、倒して、お、救急ラインでこんなとこに待ち伏せてんの。いや、救急ラインだったら結構近づきながら走っていって打った方がいいんじゃない。連射が速いし機動性高いからね、あの銃ね。それとも長距離仕様にしてあんのかな。さあ、こっちから回って、あ、また同じとこ行こうとしてる。これはもうね、餌食ですよ。はい、もうそのまま進んで、今こっちに行った人がいたんで、あ、いましたね。後ろから狙えないかな、誰かやっつける。あ、誰かやっつけてくれたね。ん、ピロがやっつけてくれたのかな。お、なんだ、こっちいるのか。あ、しまった、飛び込んじゃったよ。 M13 だった。うわ、腰ダメでめっちゃ撃ってるね。セントリーガン置いといてあげよう、ポイッと。じゃあもうこっちの道はね、なかなか来れない。30が出てるね。うわ、やられちゃった。うわ、横から超打ちされた。あー、そうか、ダメージを結構食らっちゃったんだね、 M13 の人にね。あー、だからちょっと撃たれただけでポテッとお亡くなりになっちゃったんだな。お、なんだ、こっち隠れてんのか。いや、もうそんなとこ隠れられたらかなわな。しかも救急ないんで。やばいやばい。さあ、こっちに回っていきましょう。わー、しまった、回る前にやられちゃったよ。また M13 かい。いや、 M13 の人厳しいな。おっ、なんだよ、仲間の流れ弾で当たっちゃったよ。あの M13 の人厳しいな。お、ここいたよ。あ、もう、なんだよ、ダン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 の間の感覚でもう撃たれて死んじゃうよ。厳しいよね。まあ、こういう突拍子もない動きでパッと出られたら撃てないだろうけど、さすがに。さあ、行きましょう。もう、弾を込めながら歩く、ガン砲をつけてきたらよかったね。あれつけてたらもうちょっとマシなんだろうけど。うわ、おおおお、走りながらね、弾を込めるってやつね。もうこうやっていちいちね、どっかに隠れながらこう弾を込めないとね、弾込めてるときはもう完全な無防備なんでね。いくら速いっつったって。おお、だだだだ、はい、倒して。んで、持って、あ、救急内の人も動くようにしたんだね。待ち伏せてたらやられるって分かったのかな。はい、これで回ってきてやっつけて、あ、犬もね、お亡くなりになったね。よかったよかった。犬がいるとね、結構仲間に被害が出たりするんでね。早めにやっつけろと。はい、グレネード掘って、
回倒して、でもって弾を込めて、戦闘リガーをここに設置。でもってここで、ゆっくりして弾をまた込めて、満タン入った？オッケーオッケー。満タン入ったね。いやーもう戦闘リガー大活躍。あとはどうしようかな。こっちに回って、こっちの方から来てないかい敵。戦闘リガー上がったらこっちに来ると思ったんだけどな。来てないね。ああ、向こうに回ってんのか。こっちから行って、おお、いたよ。おい、倒して。あ、こっちの後ろ回ってきたんだね。ここで倒せないかい？あ、いるね。あー、無理だ。ちょっと、録画のボタン出ちゃったけど、ごめんなさい。でもって、こっち上がってきてない？あれ、いないね。誰か倒してくれたのかな？いや、ありがたいね。じゃあ、こっち降り行って、またここでいないかな？回ってきてる人とか。あ、いないね。じゃあ、こっちにもう一度戻って、あ、ピロもここで撃ってるね。お、ピロ撃ってくれたね。壁の後ろの人。ありがとう。ほんで、こっち回って、あ、犬来てるぞ、ピロ。犬倒せるか？犬倒せる。あ、オッケー。犬倒したね、ピロ。ナイス。ほんでもって、お、横を、あ、一緒に走ってるから、味方かと思ったら敵だって。びっくりするな。ほんでもって、また弾込めして、これね、走りながらだったらいいんだけど。やっぱガンホーいるね、ショットガンは。倒して、3人ノーマルキルで勝利。50対 43GG。MVP いただきました。ありがとうございます。いや、ここはほんとやばかったね。M13 の人にかなりやられちゃったよ。いや、たったった。あ、いいね。ありがとうございます。たったった。合間でね、M13 の連射にやられちゃうんだもんな。厳しいわ。はい、レートは84。ピロのレートが80でした。いいにしておきましょうね。今回大活躍だったね。犬とか倒してね。あー、ピロもいいねくれましたよ。いや、よかった。お、雪だるま完成かい？ピロもこの頃雪だるまの妹よく使ってるな。はい、戦績、あ、その前にいいね押して戦績の方を見ていきましょう。23キル5です。4アシスト。ピロが18キル2です。2アシストでした。やっぱりまあ23キルできたのはセントリーガンのおかげだな。自分もあんまり倒してなかったな、ストライカーでね。はい、今回もチームメイトのピロと一緒に戦っていきましたけども、どうだったでしょうか。ストライカーデススパイラル使ってみたんですけども、やっぱりちょっときついですね、この銃も。弾込めがまあ一発ずつだっていうのもあるし、まあ、高速リロードとはいえ結構時間かかるんでね、まあ、途中で撃つこともできるんだけども、まあその辺で言えば JAK の方がまだいいかな。カチャッと変えるだけなんでね、あれも。どうだろうな。やっぱこういう連射ができるショットガンで一番いいのはやっぱエコーかな。自分は使いやすいのはエコーなんですけどね。まあ、ストライカーも同じようなもんなんだけど、やっぱ一発ずつ弾込めるのとマガジンでカチャって入れ替えるのではね、だいぶ違うんでね。まあこれ高速リロードケースを外して、早技を入れて、まあ弾薬をなんか違うのに変えるっていうのもいいかな。あとどうなんだろう、バレルを変えて多少射程距離をこう伸ばした方がいいっていうのも、まあちょっとあるかなってとこですね。まあこのね、ストライカーのデススパイラルは、今回のね、シーズンのバトルパスのティア20でね、ゲットできる銃なんで、もしよかったらね、バトルパスの方開放してゲットしてください。まあそこまでしてちょっとストライカーはっていうね、感じの人がいらっしゃったらね、まあこのデススパイラルのこのカスタムをね、自分のストライカーの方につけてもらえれば、もう銃の性能としては全く一緒のもんなんで、それでね、ちょっと楽しんでみてください。ではまた。次回を待て。